それでは始めます皆さんこんにちは2024年卓研士再チャレンジ合格フルコースの全貌ということで少しお話をさせてください講座の宣伝といいますか講座全体の説明をさせていただきたいと思っているんですけどももしお手元にこの空釣りの卓研士のレックのパンフレットがあればご覧いただきたいんですけどももしお手元になければ画面に出しますので ちょっとこちらをご覧いただければと思います。はい。でですね、まあ、ご説明をしたい講座がですね、えっ、ー、と、ページ数でいきますと、まあ、10ページですね。ちょっとこちらに、まあ、いくつかの合格目標のコースの、まあ、ラインナップがあるんですけども、ご説明したいのはここですね。えー、僕はこの再チャレンジの合格フルコースというのを、 まあ担当してるんですけども、まあ他の講座も担当してるんですが、えー、割と僕はこれを集中して、通信、通信クラスは全部僕はこれを担当してまして、で、えっ、ー、と、東京では渋谷しか再チャレンジの講座はやってないんですけども、まあ渋谷で担当してます。あと、再チャレンジ合格のフルコースにしても、まあベーシックコースにしましても、えー、通学クラスは渋谷、東京渋谷と、 ああととはは大阪梅田、あとは名古屋でしかやってないんですねなので通学クラスを検討されている方はその3つのうちのどれかに行けるのであればそれがもちろん望ましいと思うんですけどもしその通学が不便な場合はね通信クラスをまあ参考に検討していただきたいと思います。でですね2023年、えー、合格発表が終わったばかりのタイミングで今お話をしているんですけども 36点の合格点で今年は合格者が4万人を超えましたよ、ね、でまあここ数年は少しずつ受験者数が増加傾向にありますからそれに並行してコロナショックがあったのでそこはもちろん多少は違うところはあるんだけどでも大雑把に言うと受験者数が増加してきてで合格者数も まあ少しずつ増加してきているという流れがありましてこれを例えば2024年はガラッと変わるということはあまり考えられないのでこのままのペースで来年も大勢の方が卓建試験に受験されてで割と多くの方が まあ今年は17.2%かな、えー、合格率がねですから、えーまあ、17%以上の、えー、合格率でまあおそらく4万人ぐらいの方が来年も合格すると思うんですね。なのでまあ普通にきっちりと勉強してれば、えー、受からない試験ではないわけですからだからきちっとやれば当然受かると思ってます。これは、えー 2023年の受験された方もですね通学クラスの方も通信クラスの方もきちっと勉強した方はちゃんときちっと受かってますのでですから皆さんもぜひね、えー、予備校の情報を頼りにするのは悪くないと思うんですよ。やっぱり仕事忙しい時に 独、えー、学でももちろんそれは受かると思うんですけどね。独学だって受かると思うんだけど、だけど時間がないじゃないですか。で、やっぱり予備校を使った方が時間の節約にはなると思うんですよね。なのでまあぜひ参考にあの講座をね受講を検討していただきたいと思うんですけども、えー、再チャレンジの講座っていうのはまあごあの学習経験者向けの講座なんですよね。で、まあ初学者向けの講座っていうのはちゃんとありまして。 でこれとは違う位置づけになっているんですがじゃあ何が違うのかって言いますとですねそんなにびっくりすするほどは変わらないんですよ、えー、そんなこと言ってしまうとがっかりされてしまうと困るんだけどでもねええー、試験でどこまで勉強しなきゃ受からないのかってことは当然決まってるわけですからそこに到達するための道のりももう何十年もの、えー、受験指導経験で予備校はそれなりに ノウハウハを持ってますからですから教えるるここととが変わることはないんですよ、ね、でまあ唯一何が違うかと言いますと、まあ、大雑把に言うとこの学習経験者向けの再チャレンジの講座っていうのは、えー、アウトプットっていうのは演習のことなんだけどもインプットっていうのが知識を入力する作業のことをインプットって呼んでるんだけどもこの知識を入力する作業と知識をアウトプットする。 演習を問題演習をするというそういった2つの、えー、行動をなるべく並行してやっていきたいというふうに思ってるんですね。でそういった講座の、まあラインあのー、カリキュラムになってますで、えー、講義する側の講師もそういったことを意識しながら講義をやってます。えー、でも えー、じゃあ初学者向けの講座は違うのかって言ったら初学者向けの講座だってもちろん演習をちゃんとやってきますからねだから、えー、受講されれてていいいる時は何がが違うううんんだろうっていうのわかからないかもしれませんでも、えー、再チャレンジの合格フルコースをずっと受けてますとおそらく夏ぐらいですね夏ぐらいになってきてああなるほど違うねっていうことに気づいていただく方が多いんじゃないかと思います。 まあ具体的にアンケートだったときに、まあ、そういったことを言っていただける方が割と多いので、えー、時間経ってみると、まあ、違うところが分かってくると思います。はい。でね、まあ、回数が結構あるんですね。えー、58回で、まあ、ベーシックコースが48回で、まあ、結構な回数があります。それだってこっちの方に比べれば少ないじゃないかと思うかもしれませんけども、そんなことはなくて、この再チャレンジっていう講座はですね、 1> 1回がが時間が長いんですねえ普通は2時間半なんですけども再チャレンジは3時間なんですよ。だから回数が少なく見えても時間は変わりがありません。だからえボリュームが同じなんですねで学習経験がある人になんでそんなボリュームのある講座を、えー、提供してるのかっていうと、まあ、これももちろん理由があります。え結局ですね今年の問題とかも、まあ、振り返ってみますとね例えば。 まあ、36点でで合格したわけですよそうすると、まあ、7割ですよねそうすると初めてご初めて宅研試験に臨んでで、まあ、受かりたいなと思ってみんな勉強始めるわけですよね。でその時に例えば7割取れば受かるわけだからだから要は36点ぐらいの点数を取れるような勉強をしてで36点ぐらいの、えー、点数が取れたら それが一番合理的じゃないですか何が言いたいかっていうと一切無駄なことをしないでギで,す、ね、でギリギリだって受かればいいわけですから何も40点以上で、ね、点数取ったって別に合格証に色がついてるわけじゃないですから何点でで受かったったて同じですよねだから別にギリギリで受かったっていいわけですね。40点以上取る人全くないわけですよね。 40点以上取るとなるとこれはちょっと回りくどい回り道といいますかちょっと余計なことを勉強しないと40点を超えていかないんですよねだからそんなことをやるよりも最小限の努力で受かった方がいいじゃないですかでそういう講座が割と、えー、一般的な講座なんですよで、えー、再チャレンジってのはそれだとですね たまたま当日運が悪いと1点差で落ちてしまうとかいう危険があるわけですよね。だから無駄を承知で40点取れる勉強をしてもらうんです。再チャレンジっていうのは。だから、ボリュームが多くて大変かもしれません。なので、まあ、えー、勉強始めてみてね、こんなにやんなきゃいけないのかっていうふうに思われてしまう可能性もあるんですけども、その代わり、 40点取れる勉強をしますからだから、えー、きちっきちっと分かってで問題を解けるようなレベルに達してもらうように、まあ、一生懸命、えー、講義をしますからね。なのでまあ振り返ってみますと割と高得点で受かってる人が多いような気はまあちょっと、えー、ひいきめに見てるのかもしれませんけども、まあ、そういった印象はあります。えー、僕はあの両方の講座を、まあ、担当してますからね そういった感じで過去の10校生さんからのフィードバックを受けたときにまあ再チャレンジの方は高い点数で合格している人が多いような感じが僕はしてますまあ当たり前といえば当たり前かもしれませんけどねあの2回目3回目の人が多いわけだから、まあ、それは当たり前かもしれませんけども、まあ、現実的にはそう思いますはいでですねえー、っと次なんですけどももし パンフレットを持ってていいる人がいたら16ページを見てください、えー、再チャレンジ合格フルコースと、えー、再チャレンジ合格ベーシックコースって、まあ、2つあるんですね。で何が違うかというとこの合格ステップ完成講座っていうのがあるのとないのの違いだけです。でこれを受けた方がいいのかっていうのは、えー、受けた方がいいと思います。なるべくだったらね。 これはこの合格ステップ完成講座っていうのは初歩的な、えー、その初学者向けの講座で、えーえー、身につけるべき基礎的な知識をぎゅーっと凝縮してで短い時間でで全体を見渡すす講座なんですね。だから分かりきってるよってことを、えー、言うこともいっぱいあると思います。だけども、 中にはわからないこともあるんですねえ、そういったことがありますからだからやっぱり一通り全部一気に見直すってことはとても有効なんですよなので仮にどんなに実力がある方であっても極力これを含めたフルコースの方を申し込んでほしいと思ってます金額がめちゃめちゃ違うんだったら悩むところなんだけどもびっくりするほど違わないと思いますからまあなるべくこちら を申し込んでいただくといいと思いますで、こちらを申し込むのに適している方というのはえ勉強を始めるのが遅くなってしまった方ですこのハイレベル合格講座というのは3月ぐらいから始まるんですねで、3月から始まって3月4月5月6月ってついていくんだけども勉強を始めようと思ったまあ、予備校を使ってで予備校に通って勉強を始めようかと思った時にはもうすでにゴールデンウィークだった なんてい今かは、えー、今から遡って合格ステップの講座をね、まあ、通信クラスでも通学クラスでも Web でその過ぎた講座は全部受けられますからだから別に途中から、えー、過去に遡って講座を受けてももちろん構わないんだけどもさすがにやっぱりゴールデンウィークとかになってくると、まあ、かなり勉強忙しいので、まあ、ハイレベル合格講座に途中参加してで まあこの合格ステップの完成講座はまあ受けないででベーシックコースにしようかという選択肢はありです。でも極力そんなに遅くならないようにしていただいてもうちょっと早く勉強を始めてほしいと思ってますからまあなるべくだったらねえこのフルコースの方を申し込んでいただければいいんじゃないかなというふうに思います。やっぱりですねそのまあさっきも話しましたけどもえ40点を 取れる勉強をしていただきますとねたまたま自分が苦手な分野が出題されてしまってで弱ったなっていう時でもギリギリ合格ラインには止まると思うんですよだからよくですね、えー、結構受講生さんでで割と力があってでこの人はもう楽々40点を超えてくるんじゃないかなと思うような実力者が本試験を受けたら えっと、今年はですね。三十八点とか、三十九点の人が何人かいました。え、当然四十点超えてくると思った人がですよ。それでも、三十八点、三十九点だった人がいるんですね。え、何人かいます。でも、それは、どうせ合格してるんだから、いいんだけど。でも、それは、たまたまその方が苦手なところを出されちゃったのか。あるいは、たまたまケアレスミスを、連発しちゃって。で、本来だったら。 本当はもっといい点数取れるんだけどもえ何回何問か失敗しちゃってで38点で止まったということだと思うんですよねでも受かってるんだからやっぱりえそういった勉強してよかったんじゃないかというふうにまあ僕は思うわけですね、まあ、そんなことでですねえどこまで説明ができたかわからないんですけども基本的にはえ予備校にまあ使っ予備校を使っていただいてでやっぱり早く本気になって で全力を尽くしてで早く決着をつけるようにやっぱりしてしてほいと思うんですよねあのやっぱり本気にならないとなかなか受かりませんしで逆にね当たり前なんだけど、えー、別に2023年にうまくいかなかったからといって別に2024年に受かればそれで何の問題もないじゃないですか。 試験資格が手に入ればそれでいいんですよねだからまあ、来年でも再来年でもとにかくその人が受かるときに受かればいいわけですなのでまあ、皆さんはできれば来年まあ来年というのは2024年に決着をつけるようにちょっと頑張っていただければと思いますはい。ということで、えー、これで説明を終わりにします2024年宅検資再チャレンジ合格フルコースの全貌はこれで終わりにしますどうもお疲れ様でした